スポーツ文化育成総合ニュースサイトジアンサーはパリ五輪期間中新オリンピックの見方と題した特集を連日展開これまでの五輪で好評だったオリンピックの見方をスケールアップさせ大のスポーツファンも4年に一度だけスポーツを見る人も五輪をもっと楽しみもっと学べる見方をさまざまな角度から伝えていく社会の縮図 とも言われるスポーツの魅力や価値が社会に根付き、スポーツの未来がより明るくなることを願って。今回は連載、私のスポーツは人をどう育てるのか。現役アスリートや OB、OG、指導者、学者などが登場し少子化が進む中で求められるスポーツ普及を考え、それぞれ打ち込んできた競技が教育や人格形成においてもたらすものを語る。第4回は、 2016年リオデジャネイロ五輪の競泳男子200メートルバタフライで銀メダルを獲得した坂井正人0秒01の差で天国と地獄を味わってきたスイマーは記録と戦い続ける日々を過ごしてきたことで第二の人生においても大切な強さを得ることができたと振り返る取材分イコール牧野豊か8年前の2016年 リオデジャネイロ五リンの競泳男子200メートルバタフライで銀メダルを獲得した酒井正人。決勝レースの残り50メートルでは見事なラストスパートを見せ、オリンピック史上最多の通算23個の金メダルを手にした怪物、マイケル・フェルプス、米国、を追い詰めた。金メダルにわずか0秒04まで迫った泳ぎは、今もなお多くの人々の記憶に残っている。酒井は、 今年5月に現役引退を表明した。福岡の KSG 柳川で2歳から水泳を始め、小学校から競泳選手として活動。中学、高校と国内トップクラスのバタフライスイマーとなり、早稲田大学3年時に五輪のメダリストになった。その後は肩の怪我などもあり、世界の頂点を争うステージに戻ることはできなかったが、28歳で引退するまで水の中で過ごしてきた。 堺に今、改めて競泳を通して学んだこと、自分が成長できたことを問うと、実はと微笑ましながら答え始めた。昔、自分はやんちゃな方でして、わら、家でもプールでも学校でも怒られているような子供でした。水泳を2歳で始め、小学生で選手コースに入ったと言っても、多くの人と同じように習い事の一つとしか思っていなかったんです。でも、 水泳で少しずつ結果が出てくると次の目標が出てくる。その目標を達成するためには、自然と厳しい練習に向かっていくようになるわけです。おそらく選手コースに移った最初の方は、やる気のなさそうな態度で泳いでいたと思いますよ。笑それでコーチにめちゃくちゃ怒られる。でも、やんちゃなんだけど、怒られることは嫌じゃないですか。だから、自然と構成して、 選手としても成長していったのだと思います。わら。